よし、じゃあちょっとこっち見て。この平安時代に起こった2つの乱を一気に覚えてみよう。な。平将門腐ったご飯。はい。腐ったな。藤原住友腐ったキュウリ。はい。藤原住友の乱。違う。藤原住友腐ったキュウリ。平将門腐ったご飯。じゃあ例えば夜ご飯に腐ったご飯に腐ったキュウリ食べさせられたら怒る？怒らなあかんやんか。なんで美味しいって食べてたらおかしいやん。それは怒ってえな。お母さんちゃんと食べ物作ってよって怒ってほしい。だから平将門と藤原住友はこれ食べさせられて怒って。